はい、こんにちは、ラビットです。皆様いかがお過ごしでしょうか。ザ・ウォーキングデッドシーズン4ファイナルシーズンのね、ゲームプレイ動画が E3 のゲームショーでね出たので、それを紹介していきたいと思います。もうねこれ出てますね。そんなに長いプレイ動画じゃないんですけども、ちょっと注目に値するんでね、皆さんとちょっとそれをシェアしながら少しね考察できたらななんて思っております。皆さんどしどしコメントでね考察を教えてください。でこれねもうプレイ動画でもね、今見た通りすごいなんかねもうアクションチックなね、今度はね動きが入ってくるようになってますね。ちょっとデトロイトビカムヒューマンにね少しインスピレーションを受けてるのかなって感じですけれども、まあ限りなくアクションがね、アクションゲームに近くなってきているという感じみたいですね。でこれクレムがね学校に着いたところですね。予告編も見て分かる通りクレムは AJ と会えるんですね。AJ は無事に多分この学校で育っていたのかなっていう印象なんですけれどもね、これがねここです。ついに AJ とね出会うわけですよ。わあ、もうこれだけでね泣きそう私は。AJ もいろいろね、頑張って成長してた、でクレムも会えたと。でクレムぐらいの年のね子たちが集まって学校どうも経営してるようであると。経営までいかないけどね、なんとかねこの孤児たちですよね、孤児たちが集まってなんとか暮らしている場所なのかなっていう印象ですよね。でこれねまたリピート何回かしてるんですけれども、いやー面白い。で AJ もねここでなんとかね育ってってはいたと。 このアクション戦のところにちょっと興味深い。本当にね近づいたら選択が出ると。で足を蹴るか頭をいきなりいくかみたいなね、まあ、失敗すると死んじゃうかもしれないし、まあねなんかストーリーの分岐もあるのかもしれないですね。いやこれがね学校に着いたところだと思うんですけどね。いやあとは予告編ですよね。予告編が私が噛まれたらってところがみんな気になりますよね。まあ私はねあれファンに対してのね警告というかね心の準備を言ってるんだと思うんですけれどもね、 AJ に対してよりはファンに対して私が噛まれたらってみんなどうするという話だと思うんですけれども、まあまあ あらゆるね取り組み合わせがねのあると思うんですけれども、もちろん最悪全滅のパターンもあるだろうし、 AJ だけ生き残るパターンもあるだろうし、クレムだけがね、逆に私が噛まれたらって言ってたクレムが AJ が噛まれてその選択を迫られる可能性がある。ケニーと一緒ですよね。逆にリー先生じゃなくてケニーと同じ選択肢を迫られるかもしれない。子供を、自分の子供をどうするかと、打てるのかという話ですよね。自分は打て打てと教えてきたけれどもクレムは打てるのかという話になっても面白いかなと思うんだけどね。クレムは死なないエンドも絶対あると思うんだけどね。まあね、どう転んでもね楽しみですよね。で8月の14日発売で年内にはエピソード完結させる予定だということは言われてましたね。まあ終わらせるんでしょうきっとね。ハービーたちがねどうなったのかなとも思うんですけれども、まあ髪の毛の伸び具合からして学校にたどり着くまでにやっぱり少し時間がね経ってるんでしょうね、この様子だと。だから、まあ、AJ に会うまでに時間を費やして、 AJ と会った後も少し時間を費やして、そしてまた最後完結していくと。この子供たちだけの学校がやっぱりね変な連中に襲われたりするのか、奴隷商人みたいな人にね連れてかれることになるのかみたいな、それと戦うのかみたいな、脱出してリッチモンドへなんとか戻るのかという話ですよね。敵が誰なのか気になるよね。いやーそんな感じですね。いやー熱い、E3 のゲームショーでねほんと短かったけどこれ出てて、まあ最後ね予告編を見て終わりにしましょう。8月14日楽しみですね。Row, row, row your boat gently down the stream. Merrily, 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 life is but a dream. AJ, come on. Row, 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 row your boat gently down the stream. If you see a crocodile, don't forget to scream. Don't forget to scream. これはもう学校で会った後の。You love this one.話でしょうね。It's a bad song. You shouldn't scream. Ever. Screaming brings monsters.
Yeah, you're right, kiddo. This song was written before when kids didn't have to worry about monsters. この様子だとしばらく暮らした後ですよね。うん。I know. クレムが疲れてる感が半端ない。ウォーキングデッドは疲れてる感じに書かれた人から死んでいくからね。Never go alone. Never go alone. Right. And what do we do when the monsters come? We shoot them in the head. And what else? Always save the last bullet for yourself. こんなちっちゃい子にそんなことを覚えていなきゃいけない世界も大変だよね。Now, what do you do if I get bit? 怖いよ、これ私鳥肌立つ、何回聞いても怖くて。はい、じゃあね、8月14日私頑張ってね、なるべく急いで字幕ね編集していきますので、皆様チャンネル登録とかしてよかったらよろしくお願いいたします。それじゃあまた新しいニュースでも入ったらね、またアップしていきますので、次回もどうぞよろしくお願いいたします。ラビットでした。皆様の陽気ウォーキングデッドライフをお祈りしております。ほいじゃあまたね。チャンネル登録、英語なのでサブスクライブをすると検索しないでも更新動画を確認することができます。チャンネル登録は右下のラビナイトアイコンの方から、もしくは画面下のサブスクライブボタンの方からどうぞよろしくお願いいたします。